はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ、本日もですね、強化されたスキルをね、使っていこうと思うんですけども、今日の強化されたスキル、使用はね、このイラッとするぜっていうスキルですね。イラッとするぐらい、微妙な情報修正なんですけど、イラッとするぜ。自分のモンスターが戦闘効果で破壊された次の自分ターン、自分の水属性エクシーズモンスター一体の攻撃力をターン終了時まで500ポイントアップさせるっていう、これはね、もともとこういうスキルでした。弱いんですよね、この戦闘効果で破壊されなきゃいっていう、そういう効果なんで、まあ、狡猾でね、自分のモンスター巻き込んだりとか、相手に破壊されたりとか、そういうことを待たないといけないんで、スキル発動の条件が。めちゃくちゃ強かったんですけども、イラッとするスキルだったんですけども、これが、後ろのこの4文が追加されまして、相手フィールド上に、攻撃力が2500以上のモンスターが存在する場合、このスキルは条件に関係なく使用できるよ。このスキルはターン中に1度かつ、デュエル中に2度まで使用できますよっていう効果なんですよ。まあ、ターン終了時までですし、この打点アップするのがで攻撃力が2500以上じゃないといけないんで、ちょっとまあ若干条件はあるんですよ。条件はあるんですけど、まあ、そこそこまあこれ2000以上くらいでよかったかなと思うんですけど、2500以上って意外とね、限られるんで、まあ、意外とでもまあ言います、この環境だったら結構なので、まあ、これは使っていくことができると。でじゃあどういう風にまあ使っていくかって話ですけども、これイラッとするぜっていうスキルを採用してしまうと、そのサメの領域がね、発動できないんですよ。まあ、要するにそのイラッとするぜにスキルを割く関係上、まあ、ディーバとかああいうモンスターを使うことはできない。ディーバから重装兵を出してきて、まあ、あれインチですから、あれはやってることインチですから、あれあんなエクシス召喚方法ないですからね。もう 2と3で4にしてなんか出すって意味わかんないですからね、あれね。なので今日はもう単純にレベル4を出していくっていう技術です。カッターシャークとか、あとレスキューラビットっていうモンスターね、これでレベル4のモンスターを出してきて、でエクシスしていくと。でね、一番やりたかったことは個人的にはこいつなんですよ。その海光竜シャークドレイクっていうモンスターがいて、でこれはレベル 4×3 で作れる、まあ、シャークさんのエースモンスターで、こいつで500アップさせてデプスバイトして、でもう一回破壊したモンスターを墓地から蘇らして、もう一回ぶん殴るって弱い者いじめをしたかったんですけど、これやっぱね、あんま出ないね。あんま出ないね。なので、今日のギミックは、まあ、しかも、初動札をいっぱい詰めなきゃいけないんで、これ。なんで、結構その、魔法トラップ枠は割と限られるんですけど、あと局所が詰めないんで、サイクロンとかに頼るしかないんですけど、こういう感じになりました。初動札としては、カッターシャークと、まあ、レスキューラビット。まあ、サイレントアングラーがいると、レベルの、4のモンスターが3体並ぶパターンが多いので、まあ、一応、こいつが出せますみたいな感じですね。で、カッターシャークとか、レスキューラビットだけの場合は、まあ、基本的にはその、深淵に潜むものとか、まあ、スパイダーシャークとか、まあ、一番強いのはやっぱりこの、バハムートシャークですね。バハムートシャークを出して、で、バハムートの効果で、ナイトメアを出して、で、ナイトメアの上に、フルアーマードブラックリランサーっていう、イラスト、かっこいい選手権第3位ぐらいに入るモンスターですね、これ。これ、遊戯王イラストかっこいい選手権第3位ぐらいに入る、ブラックリランサーを出して、重ねてね、これ重ねられますから、ランク3のエクシスモンスターの上に。これ出して、構えると。で、妨害札は、相手ターンにやることないんですよ、このデッキ。ほとんど。まあ、深淵も、別に重装兵巻き込んでないんで、まあ、スキルの関係上無理なんで、基本的にその、巻き込むとしたら、まあ、この辺のレベル4なんで、何もできないと。なので、相手ターンにやることはありません。基本的に。耐えるしかありません。なので、まあ、月の書とか、狡猾あたりを、まあ、積んでいると。で、バック対策もできません。基本的にこのデッキ。このエクシーズモンスターだけでは。なので、サイクロンを積んでるっていう感じですね。もうイラッとするくらいね、スキル微妙な上層修正なんで、驚くほど強くないんですけど、頑張って使ってきたんで、よかったらどうも見てください。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方、望み通り貴様をぶっ倒してやる。これサメだろうな。さすがにこれイラッとするぜミラーじゃないと思うんですよね。イラッとするぜなんていう最強スキル使ってる人は俺くらいしかないんで、今デュエルリンクスにカッターシャークで、まあ、とりあえずカッターを出して、これ3体出したところで感は結構あるんだけど、サイレントアングラーは1回しか使わないんですよね。なんで、こうするしかない。で、バハシャ。バハシャフルアーマード。これ、先行ちょっと強そうに見えるじゃないですか、バハシャフルアーマード。これ、バハシャフルアーマード、ガチでこれ、相手ターン何もしないっていうね。
強そうに見えて、これ相手ターンの妨害なんもないっていう、ただ単にあのフルアーマードブラックレイダーさんの破壊耐性1回あるっていうだけなんで、別に強くないっていう話はあるんですけど、特殊召喚はもう2回しかできないんで、サイレントアングラーが、まあ、あのその2回も3回も使えたら強かったんです。サイクロンで最後に割られていく、これよくあるだろうな。この局所的ハリケーンが禁止になったので、サイクロンで最後に割るっていう現象は結構あると思いますね。はい、で最強ムーブ来た、やっべ、もうさそれずるくない、それずるいと思うんだよね。そのなんか、いや22、あ強いな、その22並べてさ、それだって普通に考えてさ、あのランク2か、まあ、シンクロ4かしかできないじゃないですか。ここでさ深淵出せるのこれおかしくない？今更すぎる文句言ってるんだけど、これおかしいって。これどうなってんだよ。モンスターをエキシーズ召喚で、深淵に潜むのやべえ。重装兵巻き込んだ深淵とかもお前厄介極まんねえからな。しかもなんか2700ってなんだよあいつ、打点高すぎるだろ、ふざけんな。フルアーマードブラックリーランサーさんは一応破壊対象なんで、まあ、死にはしません。はい、で、まあ、なるほどね、まあ、それはまあ効果使います。で破壊はされませんが、両方とも死にますと。両方とも死ぬのやばいだろ。なるほど、一回速攻魔法、一旦抜くわ、一旦抜こう。サメちゃんってやっぱ魔法トラップ強いですからね、結構ね。で、アングラーアングラーとかいうなんか意味わからん展開をするしかないっていう、あまりにも弱いムーブしていく、あまりにも弱い、この世界一弱い、あの希望を仕切るスパイダーシャークの作り方なんじゃないかこれ。世界一弱いだなこれ。いやこれ妨害あるんでしょ、1枚ぐらい、もう1枚ぐらい妨害あるんですよね、多分普通に妨害あるやつで、イラッとしてくで3100が強い。いけ、ちょっと強い、3100ちょっと強い、スパイダーシャーク効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、さあこれで打点下げの線下げの突撃の OK。 なんかあの妨害なんでもいいのかな、サイクロンとかじゃないと思うんだよね。サイクロンとかもしんないか、普通にサイクロンだなあれ、ちょわかんねえ、あのね、深淵に潜むターンエンドか、なるほど、深淵に潜むもののチェーンがあって、あの伏せカードわかんないんですけど、多分なんか腐ってますね。サイクロンなんじゃないかな多分。だとしたらこの月の食伏せるかどうか問題も結構発生するんだよな。まあでも伏せないと結局どっかで使うことになるからな。一応墓地の効果は、止められていくっていう謎の、スキルじゃねえ、あれ使ってましたけど、まあ、別に今そんなに関係ないですね、あんまり。で伏せかってんの分からん、なんだあの伏せ、月の食伏せたらサイクロン読みしてるんだけど、これ除去されるんでしょ。まあしょうがないか、まあ、除去させるのはもうこれはもう致し方ない感じで行くしかないよね。でスパイダーシャークは普通に何だっけ、墓地から水属性モンスター破壊されたらね、破壊されて墓地に送られたら水属性モンスターなんか特殊化できるんで、自分以外の。まあ、あサイクロンじゃないんだ、じゃあれサイクロンじゃないんだよ、それなんだよそのカード、わからねえ。あ来た、最強カードだ、最強だ。まだレインボーフィッシュが別に眠っている。いけ、レスキューラビットの効果発動、レスキューラビットの効果によって誰やねんモンスターは出てくるぜ。あまりにも誰やねんモンスター、いけ、レインボーフィッシュ、うおー手応えなさすぎだぜ。スキル活躍してるか、クソプロだし、サメの領域の介護感がすごい。さあ、お相手の方、闇遊戯さんですか。闇遊戯さんね、わからないんですよね、これ。まあ、ムーンライトかもしれないし、まあ、ガイアかもしれないし、なんかディスティニードロー系の何らかの違う、なんかその知らぬいとかかもしれないし、マジでデッキいっぱいありすぎて全然わかんないから、とりあえずなんかもうかっこいいモンスターしかしないわ。バハムードシャーク特殊召喚で、まあ、先行マジでね強いモンスターいないんですよね、出してみて。バハムートシャークから深淵出せるとかない、
そしたらなんかバハムードシャークの打点3100になって強いみたいな話なんだけど、そういう奇跡のさ、奇跡のなんか出し方ないかな。ランクアップマジックそういうのないですか。フルアーマードブラックレイダンサー来た。でこれで一応なんか対策札はサイクルの特殊なんで、まあ、ガイアだったら結構強いですね。ガイ相手ガイアだったらなんかちょっと強そうな反動は。カオスフィールド、カオスフィールドいいよ。走破するガイアを止めよう。カオスフィールドを止めてもあんまり意味ないから、だから、これでガイア持ってくるでしょ。で走破するガイアをスキルで発動して、まあ、これ良かったですよね。でも起動効果で走破するガイアがこれスキルで発動してそのまま発動とかあったら、発動時の効果処理としてみたいな感じだったら終わってたんで、サイクロンみたいな。で走破するガイア、フィールド魔法は効果発動した場合その破壊したり、まあ、除外したりしてしまえば効果は無効になるんですよ。永続トラップとか永続罠、永続魔法もそうですね、まあ、これはちょっと遊戯王知識なんですけど、永続系の、トラップカード、魔法カード、もしくはフィールド魔法は、まあ、破壊してしまうと効果が無効になるっていう、まあ、これの延長線上で俺は幼い頃にミラーフォースをサイクロンで無効にしてたんですけど全人類がやっていたという噂の全人類がやっていたという噂の、ミラーフォースをね、ミラーフォースを。さあこのその伏せカードは何だい。そこだ、なるほど。とりあえずブラックレイランサーだけは生き残るな。じゃあブラックレイランサーだけ生き残るやつ、これ融合、まあでも融合これブラックレイランサー、これユニットなくなるときついんですよね。もう2100しかないんで、まあでも次のターン2100じゃなくてこれ実は2600になれるんですよ。これなんでかわかりますか。イラッとするぜだからですよ、スキルが来たぞ。イラッとするぜ、イラッとするぜ、使いどこだこれ。よし、あなるほどな。魔導騎士ガイア召喚いいだろう。さあハッピーセットは揃ったようだな。さあハッピーセット揃ったようなので、カースオブドラゴンを裏側にすれば大丈夫ってやつね。でこれだいぶきついな。あいつ守備力2100あるんだよな。これあいつ突破するしかないのか。でもいや言うてでも攻撃するしかないですよね。これもう一回使うしかないっていう、あまりにも弱い。月の城の使い方下手くそか、月の城の使い方下手くそか。ちょマジでエクシーズさせて、ちょ頼む頼む。あーなるほど、モンスターを召喚、なるほどでしかねえ、なるほどでしかねえ。これでもスキル発動したらこれ突破できんだよこれ。いけ、ブラックレイランサーの打点が2600になるぜこういうことじゃないんだよな、こういう使い方をしたかったわけじゃないんですけど、でもとりあえず突破できます。やりました、スキルが活躍しております。でフルアーマードブラックレイランサーは戦闘で相手モンスター破壊した場合魔法トラップを奪われる。よしよしやったか、レインボービッシュの1800打点生きてるぞ、来たこれ、レインボービッシュ最強これはレインボービッシュ最強、負けたが来たいいデュエルだったぜなんだこの最終盤面。さあお相手の方闇遊戯くん、なるほど闇遊戯くんデッキわかんなくて困るんですよね。なるほど、これは強いな。ランタンカッターサイレント、ランタンカッターサイレント、ランタンシャークで、ランタンシャークの効果カッターシャークで、カッター効果、選択したモンスターと同じレベルで名前が異なる魚族モンスター1体をでっこい。でサイレントアングラー、これハイパー神城ムーブできんの。これまずはまあ適当にバハシャ作りましょう。バハシャ作りまして、バハムードシャーク、はい、でバハシャ効果使う前にまずサイレントアングラー特殊します。サイレントアングラーで、サイレントアングラーとランタンカッターで、ランタンじゃないで、こうしてで
バハムート効果、バハムートシャークの効果、バハムート効果、ゴッドソウル、ゴッドソウルナイトメア、全部セリフあんねん、全部セリフあんのいいねん。でフルアーマードエクシスするよ俺は。フルアーマードエクシスかっこよくね、かっこよくね、この盤面かっこよくね、かっこいい、強そうじゃねこれ、この盤面。まあ、実際結構弱いんだけどね。で竜騎士へ至る道、なるほどなるほど。ですね、これはですね、走破するがいや、ですね、走破、ま、ぶっ殺されて5200、やばいですね。普通にシンプルに深淵、あでも大丈夫か、深淵で抜かれないわ、抜かれ、そんな簡単には抜かれない。で融合されてもいいわ、融合も別に、融合も別に、そんなになんかさ、深淵抜かれるか、まあ、深淵抜かれても別にいいでしょ。で効果で破壊されたら打点がゼロになるし、これなんだかんだ耐えてんじゃね、これ実はこのなんか2800と3100意外と強いっていう。だから深淵からショートがないといけなくて、でも深淵ショート相手打点ゼロになるから、まあ、シンプルに深淵を殴るしかないのかな相手は。はい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 、でも深淵殴られたら割と強いか。ダブルアタック、なんだそのカード。手札からモンスター1体を捨てて、捨てたモンスターよりもレベルが低いモンスター1体を自分のフィールド上から選択して、このターン選択したモンスターは1のバトルフェーズに2回攻撃できる。やっべえこと書いてんな、2回攻撃できる、え、アドバンテージやばくないそれ1枚捨てて、でもトライスみたいなもんか、やばい。え、2回攻撃できるのそれで、やばいんだけど。ね、待って、ちょ、それはやばい、やばいやつおるんやけども。